筆が弁当から出てきたから切りました。切る、うん、そっか、そっち。リフト右から左に行った人は誰ですか。いや、そうなんだよな。なんか変、全部が。めちゃくちゃおかしいよ。ぐちゃぐちゃになって。どうすんの。相方、梅健の大駅こと。非常に多い。ほい、うん、いやー、まあ僕これおまおじさん人外で今回行きたいと思います、はい、あ、入れます、入れます、ありがとうございます。いやった、二人外、僕が来るのを確認して金庫に走ってったからな。いやもう人外だ、わかるよ、入れちゃう、いや行くでしょ、本当に死ぬまであるよ。いや、これマジで釣られるかもしんない、うん、おまおじオラフ人外。何二人とも困ってんの。困ってんの。なんかうまいね。僕はスキップに入れたん誰や、ね、神。僕がオラフに入れました。頑張ろうね。俺はさすがに殺せない。誰にも会えない。やばい。あら、あれ、バイタル見たとき8秒前にはもうすでに死んでました。停電明けは生きてた。で、どこで分かる。展望、俺が停電を直して遅れて入ってきた。ハトソゴくんって感じ。そうなんや。兄貴も見てない。8秒前に死んでたですか。死んでた。もう死んだじゃなくて死んでた。ハタサコはね、脇エンジンかな。で、武器庫とかに行って、展望行ったかな。展望行ったかどうかはちょっと覚えてない。でも、おまじさんは普通に切ってないです。うん。閉鎖名無理か。あ、どうだろう。8秒前だったら、ちょうどまあ10秒前ぐらいに僕がエンジンで、なんか大勢の人たちとすれ違ったのって、ちょうど10秒前ぐらいかなと思うんですが。メインからエンジンに来るね、まあ、そう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 。だから10秒前だったら僕も弾いてほしいけど、富士宮が弾かれるんだったら僕も弾かれていいと思うんだけど、まあ、富士宮にシャワーで置いてかれてるわ、まあそうね、これエレキにいる人たちって僕のこと弾けますよね、きっと。うん、無理だと思うけど。8秒前8タスクだよね。梅健さんはどういうルートで来たんですか。あれ、ね、僕メイン分けでエレキの、8番タスク、貸しタスク、セキュリティタスクで戻りだから、うん、エレキ組が責任抜けてる場合は僕がタスク中に抜けてるしかないから。魚さんと高橋さんって梅健さん見てます。見てない。あ、見てるけど、あ、序盤ね、序盤はいたよ。最後の方にいるから。そうそうそう、全然白は打てない。いや、序盤は一緒に降りて、プテさんと降りて。そう、メイン分けで降りてるね。あ、あのタイミングで梅健は降りてるって人物なの？だったらめちゃくちゃ要求者入るんじゃない？メイン巻き2人でメイン巻きして、僕は梅健さんをエレキに置いてってます。あー、じゃあ、うん、それ怪しい。まあ、容疑者にはなりそう。あ、まあ、容疑者に、まあ、セキュリティタスクをやって、僕は戻ってるだけなので。魚高田に僕は無理だと思います。梅健さんがそっちから来てる。梅は魚無理だと思う。うんうん、梅健ってさ、初動さ、何タスクやりに行ったの？メインはキー、メインのゴミ捨てでエレキを降りて8番タスク、勝ちタスク、セキュリティのタスクで戻り。あ、違う、このキルじゃない、初動。初動なんだったっけ、俺どこに置いたっけ。このターン結構長かったと思ってるんですけど、うんうん、かなり、なんか停電開けてからも10秒以上。初動って何かあったっけ。初動何したっけ、俺。クソ長かったと思います。俺、貨物で確かね、なんか給油かなんかやった後に、バイタルダウンロードまでしてからエレキ入ってるから、結構長いよ。うん、とりあえず、左だったら、高さか、目、トータスも無理だ。トータスも無理だ。厳しいねー。
泉谷神会かな。まだ感じで弾いていくとプテフジしかないんじゃないですか。うん、いやてか梅県さんめちゃくちゃ怪しい。梅あの一応ね梅県ね初動メインホールのベントある方に入ってったのよ。いやいやでもプテと一緒に降りてるんだったらプテがメイン上がってくるときにはもうエレキにいるわけでしょ。いましたよ。プテとメインで合流して女性タスクやってエレキ降りて、うん、パチタスクやってガチャガチャやってるから梅県別に普通に左まで行って戻ってこれるけど、あまあそれはあるけど僕としてはセキュリティタスクをしてるだけってので、まあ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 、逆に言うとエレキ組を止めれてるっていうところ僕が、うんうん、まあ死には一応タスクの画面に見えてはないけど、うん、エンジンで僕とすれ違ったのって誰でしたっけ。なんか3人ぐらいもしました、ね、おまたけオラおまたけオラ、うん、ああそういう感じか。そこは固まってたから弾けるってことですよね。いや、ね、俺視点は弾けない。いや違う、畑迫くんのことを見てないんでしょ2人とも。いや見てるよ。武器庫までは見てる。武器庫あたりにいたのは覚えてるけど展望行ったのは知らない。あのオラタケの可能性が一応視点はあります。一緒に行ってたじゃん。いやだからやん、8秒前キッチン武器庫エンジンしてた。でも藤宮が証言してくれてるってことでしょ。おまおじさんの後ろを、まあ、武器庫には死体はないですね。え、藤宮って最後どこまで行ったの。最後は武器庫下です。ああ、はい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 、はい、藤宮くんがインポスターだったら、メインからキッチンに飛んで切るぐらいしかないから。ただエンジンですれ違ってるから、うん、そうそうそう、まあ結構難しそうであるかな、うん、そう弁当でなんかうまいこと移動しないといけないから。さっきのボタンですよね。そう、誰でしたっけ。ボタン俺で一回白で弾けるのが高田さん、魚さん、メイヤさんが白で弾けるんですか。トータスも弾ける、うん、左だったらそこ4人弾けるの。竹尾さんからおまおじさんに白が出る。オラくんも白出る、ね、ああ僕も白出る。僕も出せますよ。でだから竹尾さん、竹尾さんにも出る。それは竹尾も、竹尾さん僕からオラオマから出せる出せる出せる。僕が竹尾さんに出せる、うんうん。フジミヤは僕に白は出さないの。これは監視ロ、まあでも展望だったら難しそうかなとは思うけど、まあ監視ロは出さないね。はい。プテの感覚さ、フジミヤが左の展望デッキまで行ってさ、エンジンの真ん中ですれ違った。てか8秒前でフジミヤの場合ってどうやってキルするんだ。そうそう、いや無理やと思う。無理やと思う。バイタルって誰でしたっけ。バイタルと合わせると、はい、そうそう、8秒前に死んでたっていう情報があるのになんか監視ロが出ないからフジミヤが変だなと思っちゃって。でも藤宮キルできそう、まあ、でもできないんだったら。キルはできないから、ま、今日梅健さんになるんじゃない。梅健さんに入れました僕。梅健さんに入れた。梅ピタヤマリこれ、まあ、梅健さん一番怪しくはなるよね。うん、藤宮は無理だと思うんだよ。藤、うん、プテはやりにくす、まあここはねいいのよ。ありがとうメイヤさん。ありがとうメイヤさん。オラフ君、チンガイ。いや今プテがベントから出てきたから切りました。うん、切り。あ、そっち。じゃあプテさんか、うん。そっちか。じゃあた、鬼木まで。白。俺の地点はだったかなって感じです。はいはい、インポスターだったプテ。ちなみに。いやわかんないですけど、ベントから出てきたからなんで出てきたんだろうっていう。うん。だから直ろうと思って開いたよね。あ、俺は上がってました。ぐだりましたね。ヌーン右から左乗った人誰か、左から右かどっちかわかんないけど、プテはねアーカイブのからね、いやいや、そうそう、プテは絶対あの初呼吸右からベント移動してるんだけど、なんで俺切らないんだそれだと。俺が初呼吸右、ちなみに直しました。あ、上から見てました。あと藤宮くんもいたかな。オラフくんは、うん、見えてないの。トータスさんに白が打てそうです僕は。ミーティング待機宿舎脇。オラフくん左、
まあ、右オラク左にいないのか。左にいなかった。オラク君はあれです、あのミーティングに行ってると思う。今の僕の心理は登ってる登ってる職場から降りてきた。じゃあ梅健さん、梅健さんもおった。を使った場合は、高田さんに左に行ってるのを見られてるから、オラク君の直さないから人外だって言われちゃうので、ああそういえばそうだったなと思って出て直さなきゃと思ったら、信任情報見られました。ミーティング高田さん上がってきてないよね。上がってないですね。だから金庫か。そしたら高田さんに見られてなかったようなので、降りてることはないと思うんで、ミーティングぐらいしかないと思うけどな。驚きました。欲しい。あ、オラフ、あ、トータさんなんかサバ直しましたこれ。直してないです。うん。トータさん人外でいいかなって思う。その塗り方をしてくるなら。あれリフト右から左に行った人は誰ですか。いやそうなんだよな。なんか変全部が。リフトも乗ってる人絶対いて。うん。それがだからオラフくんなんじゃない。いやてかね。おまおじは何を見ポスター、 おまおじさんは石油から、エレキメインに上がった、うん、おまおじはさ上から見ててプテハシの移動って見てない。あ見えてないですね全く。てか視野に入ってない。でもこれワンチャンなんかぐちゃぐちゃになってるよ、まあ下で2人に直してる高田さんと藤井。めちゃくちゃおかしいよ。ぐちゃぐちゃになって どうすんの。いやねプテがベントから出てきている場合とおまおじが上から目撃しないと変だし、ヌーン乗った人誰って感じだし、いやいや人外絶対生存してる。シェリフなんで俺梅健さんついたいですけどね。プテマパン系を含めて俺はトータス入れます。ちなみにトータスさんすれちゃうんかい。負けじゃない。プテいや勝ちですよ。だってプテマットだったとしてもインポスターでさんどう思う。これプテさんこれはぐちゃぐちゃです。じゃあ誰がヌーン乗ってんのこれ。僕です。プテさんが左から乗ってガチで意味わかんない。ほんとヌーン乗ってなんでベント入ったの。左行ったじゃん。クルーだった。でも高田さんが僕のヌーンを見てたから、はいはいはい見てた。左直さなかったら僕が人外だって言われちゃうからベント入っちゃダメじゃんと思って出ました。あそういうことか。ベント移動したわけじゃないのか。そう意味わかんない俺視点が。なのにヌーン乗ったの僕じゃないことになってたから、うわじゃあの出なくてよかったやん。いやいやだから いや俺の視点マジで混乱だよ。ヌン乗った人いるのにプテしか乗ってるはずだから。急にプテが弁当から出てきてさ、一回直す画面開いちゃったから。そういうことか。メートータスしか見えなかっただから。いや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 意味わかんねえと。単純にプテが意味わかんないことしてたってこと。なんかワンチャンありそうだ。なるほど。びっくりしちゃった。